きり、人参加は、手塚治虫による、医療漫画。ビッグコミックにて1970年4月10日後から1971年12月25日後まで、連載された。1972年に、虫プロ少子から、コムコミックス増刊として、全2巻が刊行され、その後も、各社から何度も再販されている。モデルとなった旧大阪大学医学部外見による、差別や、 人間の尊厳などをテーマとする重厚なストーリー漫画である。同じ医療漫画である3年後のブラック・ジャックが非現実的な要素も交えた作風で、なおかつ医学は人間を幸せにしうるのかというテーマを扱っているのに対し、本作では医学界における権力闘争を主たるテーマとして描いた社会派的色合いの強い作品となっている。舞台のモデルは手塚の母校であり、 山崎と横丁、白い巨頭でも、モデルとなった大阪大学医学部である。白い巨頭との類似の指摘について、手塚は、モデルが同じであることに加えて、医学界という舞台は、権威とかキャリアという要素を抜きにしてはドラマが、作れないほど、封建的であることを述べている。連載当初は、人間が獣に変化するというコンセプトは、ヴァンパイアの2番戦時ではないかとの批評もあり、 編集部からも、幼いを人間に戻すよう要望があったが、手塚はそれでは、作品の進化をスポイルされると考えた。この考えは高く評価されている。モン房モ病とは、四国の山あいにある犬、上沢の村に起こる奇病である。突然恐ろしい頭痛に襲われ、獣のように生肉を食べたくなり、やがて体中が麻痺して、骨の形が変わり、犬のような風貌になる。 そして一ヶ月以内に呼吸麻痺で死に至るという難病である。人の姿を失うこの病気を人々は恥、恐れていた。大阪の M 大学医学部で文房病患者を担当していた青年医師、幼いキリジンはこの病気が川の水や土質に由来する中毒だとする仮説を立て学生時代からの友人裏部と共に研究を進めていた。一方、 上司の竜が裏教授はビールスによる伝染病説を唱えていた。そんな折、幼いは竜が裏の指示により担当患者の出身地犬神沢へ赴くことになる。婚約者の泉を残し、幼いは犬神沢へ赴任する。外部からの介入を嫌う閉鎖的な空気を感じる中、村長は意味深な笑いとともにご馳走を教師と告げる。果たしてその夜届けられた。 その、ご馳走とは、村の娘のタズであった。それは、村の風習として、村の娘を客人に教し村の地が混じった、性的に交わった時点でメンバーシップを認めるという、通過儀礼であった。しかし、井上沢で、文房病の研究を続けることは、村人の剣を呼び、幼いは命の危機にさらされる。タズは、幼いの身を守るためにと結婚を申し出、 幼いもそれを受け入れる。調査を続けるうち幼いは、文毛病に罹患してしまうが、犬のようなが相棒になり果てた自分を忌避することなく、愛し、研究の助手を務めてくれるタズを、幼いもまた愛するようになり、信頼を深めていく。泉は犬神沢から戻らない、幼いの身を案じていたが、裏部に騙され、両軸されてしまう。幼いに対し、友情と、 コンプレックスという二つの矛盾する強い感情を抱える浦部は彼を裏切り泉を傷つける一方で真剣にその身を案じてもいた。浦部は幼いを探すため現地へ向かおうとするが、竜が浦教授から突然アフリカ行きを命じられ、泉に慎重に行動するよう忠告を残して旅立った。幼いは門毛病の原因が村の水に含まれる木泥類にあることを確信し、 県の保健所に報告に行こうとタズを連れて山を降りるが通りがかりの役ザ者にタズを領辱され殺されてしまう。さらに自らが一局から除籍されていることを知り途方に暮れる。さらにその姿のために人間扱いされず人会に拉致され台湾の大富豪万大人の宴会の見せ物として売られてしまう。幼いは 同じく万を大人の下で見せ物にされていた女芸人、霊花の助けで万を大人の下から逃れ、共に台湾からの脱出を図る。しかしその途中高佐ご族に捕らえられ、成り行きから長老の手術を行うことになる。手術自体は成功したものの、獣のような外観ゆえに信用を得られなかったことが、原因で患者を死なせてしまった。幼いは、 この姿のままでは医者として働くことすらままならないと深く絶望する。霊花の励ましで幼いはアムステルダムを目指す。だが中東でパレスチナゲリラの襲撃に遭い身動きが取れなくなってしまう。絶望の中にあった幼いは砂漠で見つけた瀕死の赤ん坊を殺そうとするが、霊花は赤ん坊が瀕死の状態にあってなお生きようとしていると訴える。 赤ん坊を救うことはできなかったが、その死は、幼いの心に何かを訴えかけた。ようやくたどり着いた町で、霊花は、幼いのため旅費を稼ごうと、得意の持ち芸、人間天ぷらに挑むが、粗雑な設備のために失敗し、命を落とす。衣の塊となってしまった霊花を抱きしめ同国する、幼い。計り知れない悲しみと快根とが、 彼に心と生きる気力を取り戻させつつあった。教授の論文を発表するために、アフリカに飛ばされたウラは、南ローデシアの黒人に起きる同種の奇病、クオネクオラレ病の存在を知り、様々な人種差別を目にした後、門毛病患者である、修道女ヘレンに出会う。しかしアパルトヘイトが横行する当時の南アフリカで、白人が獣に変化する病変が、 白人の権威を揺るがすことを恐れる、修道院長に、ヘレンともども殺害されかける。辛くも逃げ延びた浦部はヘレンを日本へ連れ帰る。彼女の証言もまた、文房病の原因がのみ密にあることを示していたが、龍河浦教授はそれを認めようとしなかった。龍河、浦はヘレンを医学総会で公開し、伝染病説をルフすることで、医学者として白をつけ、それにより、 日本医師会会長に当選しようと目論んでいたのだ。幼いの罹官、医局からの抹殺も、実は、龍が、裏の企みであった。幼いと関わったマン大人が、門毛病を発病し、M 大学医学部へ送られ、龍が、裏は伝染病説を確信する。一方、浦部はマン大人が犬、神沢の水で作られた、頭痛薬、血液水を飲んでいたことを突き止め、 原因物質の究明に努める。そんな中、浦部はヘレンに愛を告白するが、相次ぐ事件による苦悩から、その精神は蝕まれつつあった。医学総会が開かれ、龍が、裏の学説は、世界の注目を集める。結果、全世界から伝染病説を裏付ける報告が多く、集まるが、それを否定する医学者も少なくなかった。泉は、 幼いの行方を調べ続けていた。う部べは泉に、幼いを救うための偽装婚約を提案し、さらに整形手術による治療を研究するが、ついに精神が破綻し、精神科病棟に入れられてしまう。一局を追放され絶望したう部べは、顔面整形に、実績のある、大大大学に、ヘレンを連れ出した後、車に飛び込んで自殺してしまう。ヘレンの整形は、竜が裏により阻止されるが、 ヘレンは類似の奇病が多発するスラムを目にし、その地で修道院を開き看護活動のボランティアに専念することを決意する。流浪の末、中東の難民居住区で医療行為を行っていた幼いは、竜が裏が自らを陥れていたことを知り、日本に戻る。辰の墓参りをした幼いは、偶然彼女を殺したヤクザに巡り合い復讐を果たす。そして、ヘレンの噂を聞き、 その元を尋ねるが、犬の姿でも満足だという彼女の考えを認める、気持ちにはなれなかった。幼いは、一総会に乱入して、竜が、裏の陰謀の証拠と文盲病の正体を発表する。総会は、大騒ぎになるものの、かろうじて、日本医師会会長に当選した竜が裏だったが、知恵性を服用していたため文毛病を発症し、会長の座を追われる。 失意の竜が、裏の元を幼いが訪れたまさにその時、文房病の原因が飲み水に含まれる、放射性鉱物であることが明らかにされる。医師会長を辞任させられ、社会的地位を失い、病気の進行によって、人間としての尊厳も失った中、唯一の拠りどころであった自説さえも否定され、呆然とする竜が、裏の姿を見届け、幼いは立ち去る。 自らの学説が認められた幼いは、タズやレイハ花の思い出を抱きながら、十面のまま患者が待つ難民キャンプへと帰ってゆく。ヘレンは、浦部の子を出産する。それを見届けた泉は幼いを追って旅立つ。今、新しい命が芽吹き、新しい物語が始まろうとしていた。厳密には手塚が卒業したのは、大阪帝国大学附属医学専門部で、半大医学部ではないが、 事実上同一の環境であり、その状況をつぶさに知ることができる立場であった。A.B. 手塚治虫漫画全集三34書集の後書きより、長屋明、漫画の中の障害者たち、表現と人権など、架空の疾病である。手塚治虫漫画全集版の4巻表紙は、十字架を背負って歩くおさないが描かれている。煮えたぎった油の入った巨大な鍋に、 天ぷらの衣で体を包んで飛び込み、上がった天ぷらの中から生還するという芸。アイスクリームの天ぷらと同様に短時間ならば、衣の中まで熱が浸透しないという原理。ありがとうございます。